えー、元モーニング娘。のメンバー、吉沢ひとみ、33歳ですね。えー、この人がね、えー、9月6日、主機曜日運転で、えー、引き逃げをしたという事件ですね。えー、これをね、昨日に引き続き、えー、見ていきたいと思いますけども、えー。昨日の時点ではね、まだ情報が少なかったのでね、 えー、やらせ臭いなぁとは言っていましたけどもね、えー、それからね、メディアが更新した、えー、ニュースなどを見ているとね、あ、これは、あ100%、えー、やらせだな、というふうにね、えー、わかりました。とりあえずね、動画を見ていただきましょう。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたモーニング娘。の元メンバー、吉沢み容疑者が、逃げた理由について、 路上に車がいて停止できなかったなどと話していたことが分かりました過失運転致傷と酒気帯び運転ひき逃げの疑いで逮捕されたモーニング娘。の元メンバー吉沢瞳容疑者は今朝送検されました吉沢容疑者は逃走からおよそ15分後に自ら110番通報しましたが通報の際逃げた理由について 路上に車が止まっていて停止できなかったなどと話していたことが、その後の警視庁への取材でわかりました。一方、こちらは吉沢容疑者が運転していた車です。衝撃からか、バンパーの左側が、外れているのがわかります。まずこの車の状態ですよね。えー、吉沢瞳が、えー、引き逃げした、えー、とされる車ですけどもね。 えー、傷、ね。これ自転車引いたような跡がありませんね。引っかき傷がありません。ね。なんか、ライトもなんか割れてたみたいですけどもね、えー。自転車のね、状況はどうなってたんでしょう。そっちはね、全然出てきません。えー、それからその引っかき傷ないですよね。か、うん、ら、警視庁は、 当時の状況を詳しく調べています。この決定的なの。この警視庁への取材で分かりました。一方、こちらは吉沢容疑者が運転していた車です。決定的なのこれ。攻撃から、ね。これ決定的です。この、ね、ナンバー。このナンバーですね。えぇ、1122になってますね。ね。 これ、11プラスの22で、えー、33になりますよね、うんえー。この33はね、フリーメイソンの33ですから、えー、吉沢三、えー、33歳、えー。そして、このナンバーが33っていうのがね、出てきました。そして事件が起こったのはね、えー、9月6日ですから、 6日っていうのもね、えー、フリーメイソンリーにね、えー、関係しています、ね。フリーメイソンリー数ですから、96695でね、えー。ちなみにね、えー、反対の、えー、6月9日っていうのはね、えー、東海道新幹線のね、殺傷事件、死、え、殺、ー、事件、えー、これ、や原瀬事件ですけども、これがあった日ですね。 えー、オリンピックの開催日から777日前でしたかね、うん。これに起こった事件でしたけども。えー、こういう風にね、えー、数字が絡んできます。フリーメイソンリーの数字ですね、えー。それからこういうシンボルですね。着ている服のシンボル。えー、カラーとかね。これ見てください、これ。えー、フリーメイソンリーロッジ。ね。 フリーメイソンのロッジのね、床の色ですね、えー。チェックのシンボルを使っています。これはね、昨日も言いましたけどもね。ねこれ、ロッジの床。ね、白黒を使ってます。ね、こういうふうに。必ずこの白と黒を使いますね。フリーメイソン D のロッジ。 えー、シンボルでねここの天井のところにね 6と9を使ってますね。デュアリティなんでしょうかこれはね。どういう意味なんでしょうね。えー、6、9がここにマーキングされてます。ね、そういえばね、えー、地震、北海道の方の地震ね。これも、えー、9月6日でしたね。えー、もしかして、背後に えー、フリメーメイソン人がいるのかもしれませんよね。NHK のね、えー、最初の報道、えー、これはね、えー、地震は3時8分でしたけどもね、えー、最初の、えー、ネットの配信はね、ニュース配信は、えー、3時11分でしたよね。えー、311です。えー、3×11 になりますよね。 やはりそういうところでもね、33をね、えー、ちゃんとマーキングしてます。えー、こちらは、9月7日の21時49分の、えー、配信ですね、日テレ。えー、吉沢瞳容疑者、基準値4倍のアルコールとありますけどもね。これも見てみましょう。 ひき逃げなどの疑いで逮捕された、モーニング娘。の元メンバー、吉沢瞳容疑者の呼気から、基準値のおよそ4倍のアルコールが検出されていたことがわかりました。ね見てください、これ、車。ねおぉ、何ですか、これ。3364って書いてますよ。ね これ、吉田瞳を、えー、送検する車ですけども。ねこういうね、33がマーキングされてます。ねよく見てください。ねこういうふうにね、33がマーキングされてるんです、ちゃんと。ねほら。 モーニング娘。の元メンバー、吉沢瞳容疑者は、昨日午前7時頃、酒を飲んだ状態で車を運転し、自転車に乗った女性をはねて、そのまま逃走した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、吉沢容疑者の呼気からは、酒気帯び運転の基準値のおよそ4倍となる、1リットル当たり、 0.58ミリグラムのアルコールが検出されていたことが新たに分かりました関係者によりますと吉沢容疑者は昨日午前1時頃まで自宅で家族と缶ビールや焼酎を飲んでいたということですがおよそ6時間後に呼気から検出されたアルコールが基準値を大幅に上回っていることから警視庁は飲酒の実態について慎重なに調べています えー、それからこの移送される時のね、ファッションですね。えー、やっぱり黒白でしょうかね。これはね、青というよりは。ね。これ違いますよね。片方には、えー、このワンピースの片方にはこの黒い、えー、何ですか。デザインはありませんね。片方だけこういう黒い、 えー、袖がついてますね。袖というか、スリーブなんですかこれは。何て言えばいいんですかこれ。こ片方だけ、えー、黒色のデザインになってますよね。こういうの、デュアリティですね。えー、例えば、この、ね、ピンクの、えー、画像を見るとわかりやすいですね。 えこれはね、フリーメイソンーのー儀式ですけどもね、この時のね着ている服、片っぽは袖を上げるような、そういう着方をやってますね。これはピンクという人なんでしょうけども、ね、形地を出していますね。そしてチェックのシンボルをやってます、ね。 で、目を隠すんですけどもね、こうやってね。えー、これがね、えー、イニシエーションですよね。通過儀礼、通過儀式をやってるわけですけども、このね、えー、吉澤瞳、ね、これの、服もそうですよね。まあ、通過儀礼みたいなもんなのでしょう、これもね。 えー、この色もそうですで。チェック、チェックというかボーダー柄なんですけども。白黒のシマシマですね。えー、昔、えー、スーパーボールですか。アメリカの、アメリカンフットボールのスーパーボールでね、ハーフタイムショーでジャネット・ジャクソンが形値を出すっていうのがありましたけどもね、ポロリするっていうね。えー、そういうのもね、えー えー、フリーメイソンリーと関係してます。ね、えー。デュアリティですね。左右。こう、違うわけです。こうやってね。えー、ここにね、なんて書いてあるか、ちょっとね、気になるところです。えー、ちょっと読み取れるのは、i, q, u, e っていうのがね、ここ読み取れますけどもね。 えー、全体的なのかわかりません、ね。上に何て後を書いてあるのかね。ちょっと気になりますね、えー。こちらはね、朝日ですけどもね。こちらの方はね、チェック柄を着ています。えー、チェック柄はね、えー、やっぱりスコットランドと関係してますよね、えー。スコットランドといえばね、スコティッシュライトにありますから。 えー、こうそういうのも考えて、えー、チェック柄の着てる時を、この、ね、画像で選んでるわけですね。えー、これは FNN ですけどもね、えー。わざとらしくね、えー、ぶつかったとされる場所、ね、ここのライトがね、えー、破損してるわけなんですけども、えー、そこの破片をね、称、え、号、ー、するような、えー、ポーズをやってますね。 基準値のおよそ4倍の高い数値のアルコールが検出されていてね、非常にわざとらしいですね。えー、吉沢瞳容疑者の広報大使を会食埼玉三吉町が発表とかね。えー、これ配信時間ね、えー、7日の12時21分になってますよね。これも、 えー、合計するとね、33になります。ね、合計すると33になるんですよ、これ。スポーツ放置。そして、この配信時間もね、1プラス2の3、2プラス1の3で33になりますよね。えー、すべてはね、捏造ストーリーなのでね、いろんなおかしな話が出てきます。ね。 えー、こういうことをね、やる余裕があったんでしょうかねええー、わざわざ、この、ね出身地の、えー、町の方にね、えー、広報対象辞退しますというね、連絡をね、わざわざしたでしょうか彼女はね、こんな、えー、大変な状況の時に。えー、まあ、小さなアジェンダとしてはね、 えー、この、えー、皆さんを騙すっていうことがあるんでしょうけども、そして、えー、まあ、本人がね、えー、四季帯を演じることによってね、えー、反面教師の役をするっていうのがあるんでしょうけども、大きなアジェンダとしてはね、やはりオリンピックですよね。えー、オリンピックの自動運転。えー、これが、えー、目的なのかもしれませんね。 えー、例えばね、えー、お酒を飲んでいても、ねえー、運転できるんだと。自動運転でね、乗っていけるんだと。ね、そういう方向に持っていきたいんでしょうね。